すべてのスポーツにおいて重要とされる効率的なトレーニング。よく聞くこの効率的という言葉、具体的には何をどうすればいいのでしょうか。答えはズバリ、心拍数を上げるトレーニング、高心拍トレーニングをすることです。今回はなぜそんな心拍数を上げる高心拍トレーニングがいいのか、スポーツの専門家が考えないような少し変わった視点からちゃんとした研究をもとに解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ると超効率的なトレーニング、高心拍トレーニングの本当の凄さがわかる。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは知識を速さにという言葉をキーワードに、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたスポーツやパフォーマンスアップのノウハウをわかりやすく解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。1999年アメリカイリノイ州のネーパービルという場所において、とても興味深い出来事が起きました。具体的には IMSS 国際数学理科教育動向調査という国際的なテストにおいて、数学部門では世界6位、理科部門では世界1位という結果を叩き出したのです。当時のアメリカ全体の成績は中国、日本、シンガポールに大きく差を開けられている状況で、このイリノイ州のネーパービルだけはまさに例外的な快挙でした。ではなぜ片田舎にあるネーパービルという学区の生徒のみここまで成績が良くなったのでしょうか。それがなんと心拍数を上げる高心拍トレーニングにあるのです。このネーパービルという学区にある中学校高校で取り入れられたのが0次元目というプログラム。これが専門家たちに言わせればまさに革命とも言われる画期的なプログラムです。この0次元目プログラム、それは授業が始まる1限目の前、つまり0次元目の授業として体育を取り入れたことでした。そしてその体育の内容が高心拍トレーニング。この0次元目プログラムの画期的なところは、プログラムに参加する生徒全員に心拍計をつけてもらい、運動強度を把握管理したことにあります。体育教師が見るのは運動の出来不出来やタイムではなく、その心拍数なのです。この心拍数というのがミソです。ネーパービルの体育教師であるフィル・ローラーが気づいたこと、それはヨタヨタと肌から見れば手を抜いているような生徒の心拍数、その生徒の数値、なんと平均心拍数は187、ゴールした瞬間は207まで上がっていたことです。そうなのです。速く走れることとベストを尽くしていることは必ずしもイコールではないということに気づいたのです。この心拍数という評価軸を使い、勉強が苦手な生徒にこの0次元目プログラムを履修すると特別な単位が与えられるようにカリキュラムを設計し直したのです。これがなぜネーパービルという片田舎の学区の成績が世界トップレベルになれたのか、その秘密です。つまり心拍数を上げる高心拍トレーニングが学力の向上と強い相関関係を示した事例なのです。ハーバード大学で教鞭をとっているジョン・レイティ准教授に、運動によって貧困の連鎖を断ち切ることができるとまで言わしめるほど、まさに画期的な出来事だったのです。冒頭で言った心拍数を上げる高心拍トレーニングは効率的である、これはただ運動のパフォーマンスが上がるというだけではないのです。それ以上に日常生活、つまり仕事や勉強のパフォーマンスも爆上がりするという事実なのです。そう、今からお伝えするのはいわゆる文武両道がなぜ可能なのか、その科学的な答えでもあるのです。2007年の注目すべき実験では、最大心拍数の 60% から 70% を保って35分間ランニングマシンで走ると認知の柔軟性が向上することが示されました。この認知の柔軟性というのは、仕事や勉強で成果を上げるには欠かすことができない重要な能力です。さらに2004年サザンミシシピ大学の研究者ジョシュア・ブロマン・ファルスクスらがほとんど運動習慣のない学生を対象に行った実験、それは不安が運動で解消できるかもしれないという示唆に富む実験です。実験はこうです。54人の大学生をランダムに2グループに分けます。どちらのグループにも2週間の間に20分間の運動を6回してもらいます。しかしその運動の内容が違うのです。
一方のグループは最大心拍数の 60% から 90% という強度でランニングマシンを走ってもらい、もう一方のグループは時速 1.6km のペースでランニングマシンを歩いてもらいました。さて、高心拍ベースで走った生徒と軽いウォーキングをした生徒、どのような違いが見られたのでしょうか。ジョシュア・ブロマンはこう言っています。どちらのグループにも不安感受性の低下が認められたが、激しい運動をしたグループの方が早く大きな効果が出た。しかも激しい運動をしたグループだけが体に出る不安の症状を恐れなくなったと。現代では適応障害と呼ばれる極度の不安症によって仕事や学校生活がままならない人が多くいます。そういった人にこそこれらの高心拍トレーニングは絶大な効果を期待できるのです。もちろんそこまでいかなくても、人間なら誰しもが感じる漠然とした不安、将来の不安や些細な心配事、これらの不安にも高心拍トレーニングには大きな効果があるのです。しかも即効性があるというのが高心拍トレーニングのおすすめポイントでもあります。そして高心拍トレーニングで最も興味深いと言っても過言ではない実験の一つ、それが通称スマイルと呼ばれる実験です。ではこのスマイル、笑顔と略される実験とは一体どんな実験なのでしょうか。それが1999年デューク大学においてジェームズ・ブルメンタールらが行った研究。スマイルとはスタンダードメディカルインターベーション&ロングターム・エクササイズの略です。簡単に言うと抗うつ剤と運動の長期間にわたる比較実験のことです。はじめにこの研究の結論をお伝えします。結論はこうです。運動には薬と同じくらいの効果がある。科学的に運動の効能が証明された研究がこのスマイルなのです。そしてこのスマイルで興味深いポイント、それが運動強度、つまりしんどさなのです。このスマイルで採用された運動強度こそが有酸素運動の最大心拍数ベースでの 70% から 85% の強度なのです。この研究をもし実生活に当てはめるとすると、最大心拍数 70% から 85% の強度での運動を実験と同様の週3回30分間だけ、つまり1週間合計してたった1時間半だけ行うと、うつ病が緩和される、もしくはうつ病の予防となる。そう、これは言い換えればまさにストレスに負けない心の強さを獲得できるという可能性を示唆したのです。また別の面白い研究では、激しい5分間の有酸素運動でタバコの依存から脱却できる可能性も示唆されています。このように高心拍トレーニングや激しい有酸素運動を行うと、勉強や仕事の生産性が爆上がりし、さらに不安も解消され、精神的にも強くなれる。これらが科学的に見た心拍数を上げるトレーニング、有酸素運動の凄さです。ではネーパービルやこれらの研究をもとに、より具体的な指針を示したいと思います。つまりどれくらいの頻度で、どれくらいの時間、どれくらいの強度が最低限効果を実感できるラインなのかということです。ハーバード大学のジョン・レイティ博士はこう言っています。もし最低限度を知りたいのであれば、最低でも週5日有酸素運動30分というのが私の答えだと。さらにジョージア大学のロドニー・ディッシュマン博士はこうもアドバイスをくれます。これまで見てきた限り、心拍数を上げることが重要である。できれば最大心拍数の 75% の負荷で20分から30分続けるのが望ましいと。以上から、毎日できればそれがベストですが、週5日20分から30分間最大心拍数 75% 以上が目指すべきラインであると言えます。とここまで聞くと、それは若者がやるから意味があるのだろう、ある程度年を取ればそのような心拍数を上げる高心拍トレーニングは体に害を及ぼすのではないかと考える人もいると思います。結論から言えば、年を取った方が高心拍トレーニングの恩恵に預かれることが数々の研究から分かっています。ちなみにこれは認知機能はもちろんのこと、なんと肉体的な面での効果も期待できるのです。この本ファストアフター50、50、60、70代になってもハイパフォーマンスを諦めないというバリバリ論文ベースで書かれた本の結論も、高心拍トレーニング、いわゆる高強度トレーニングが年を取ってもハイパフォーマンスを発揮する鍵であることが科学的根拠をもとに示されています。もちろんいきなり急激に心拍数を上げるトレーニングは禁忌です。
少しでも不安がある人は必ず医師と相談しながら小さな負荷から徐々に強度を上げていってください。以上を踏まえて僕のルーティーンの一つをご紹介します。僕の毎朝のルーティーン、それは起きてすぐにローラー台という自転車トレーニング機材を使って20分間の高回転ペダリングで心拍数を上げ1日をスタートさせることです。実際にこの朝活に効果があるのかないのかを検証したことがあるのですが、効果が絶大だったことが判明しました。詳しく知りたい人は僕の簡単な実験内容を概要欄に記載しておきます。だからこそ僕はこの習慣を積極的に取り入れています。今ではこれをするかしないかで1日の仕事の出来が変わるくらい僕の人生において欠かせない習慣の一つです。ちなみに重要なのは心拍数を上げる有酸素運動です。よって運動の種類は問わないので、ランニングでもエアロビでも自分のしたいことで OK です。皆さんもぜひ一度試してみてください。少なくとも僕の人生はこの朝一の高心拍トレーニングを導入したことによってはるかに豊かになりました。このチャンネルでは運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が書籍をベースとしたスポーツのノウハウやモチベーションを上げるヒントを分かりやすく噛み砕きながら解説します。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。